ボルバあるいはスパーコナは、北欧の伝説における女性のシャーマンあるいは予言者。北欧神話に主題として繰り返し登場する。日本の書籍では、むねミコと翻訳される。自身の予言を話すミコ。19世紀の超えたスウェーデン語訳の差し絵。ボルバは、様々な名称で呼ばれる。コノルド語のボルバは、杖を運ぶものあるいは、魔法の杖を運ぶものを意味し、 ゲルマンソ語のウォルワンはワンドの語源である。一方でバラはボルバに基づく文学的な形である。ボルバの別名、フィオルクンニグは彼女が製図、予言、そしてガルドルを知っていたことを意味する。製図を行う者は製図コナあるいは製図マズルとして知られている。古英語のスプワイフと関連するスパーコナエスピウーマンは特化したボルバであり、予言者。 予言するものである。コノルド語の SP あるいは、SP は予言、今日の英語のスパイと関連し、ゲルマンソ語のスパマイナスと、インドヨーロッパソ語語カンペック、そして、ラテン語のスペシオと関連し、結果として、サンスクリット語のスパジーティとパスヤティに関連する。オーディンとボルバローランス・フレーリック作ボルバはシャーマニズム、魔術、予言を包含する製図や予言、そしてガルドルや、 その他の女性に還元する他の形態の土着の魔法を行った。特にセイズは北欧の社会では著しく屈辱的であるとされるエルギーを伴った。歴史的、神話的なボルバの描写は彼女ら非常に尊重されていること、そして神々の父であるオーディン自身が神々が未来にどう備えるべきかを知るために助言を求めるほど力があると信じられていたことを明らかにする。 そうした記録はおおよそ、巫女の予言と翻訳される、ベロスパに残されている。巫女の予言の名前が不明な女予言者に加えて、北欧文学におけるボルバの例には、スビプダグルの歌の、グロワや、赤毛のエイリークのサガのソルビオルグ、そして、ユングリング家のサガのフルズなどがいる。ボルバは、無害な存在とは考えられなかった。魔術に、最も熟練した女神フレイヤは、 愛の女神であるだけではなく、苦痛の悲鳴、流血と死を引き起こす、光戦的な神だった。フレイヤは、神の世界であるアースガルズで、ボルバは、人の世界であるミズガルズでこうした役柄を演じた。ボルバの武器は、槍でも斧でも、剣でもなかったが、その代わりに、様々な手段で戦いに影響を与えた。そして、彼女らの武器の一つが杖だった。テウトに属と、 キンブリ族の移動。L キンブリ族とテウトに属敗北 W キンブリ族とテウトに属称リゲルマンの女予言者についての最も古い記述はローマ人によるキンブリ族についてのもので彼女たちは白い服を着た老女だった。彼女らは戦勝の捕虜を生贄にして来たるべき出来事を予言するために血をまき散らした。 ガリア戦記第一巻五十章の中で、ユリウス・カイサルは、アリオイストゥスに従うゲルマン族の部族との衝突の過程を書く。なぜ、アリオイストゥスが交戦しなかったのかとカイサルが、捕虜に尋ね、その理由を知った。ゲルマン人は彼らの主婦たちが、くじや占いで、戦いが目的にかなうか否かを宣言する習慣があり、彼女らは、新月の前に戦えば、 天意によりゲルマン人が勝利することはないといったことによるものだった。タキトゥスもまたゲルマン族の女予言者について自身の著書、同時代史第4巻61章でとりわけウェレダについて記している。ゲルマニア人は昔からの習慣で大方の女を予言者とみなし、迷信が講じると女神と崇めていた。ヨルダネスは次長、ゲタカで ゴート人がオイウムに定住した時に、フィリメルによって追放された、ゴート人のハルラナズについて記述している。この名称はおそらくゴート語で、地獄の奏者あるいは、死の王国へ走るものを意味するハァジユー・ウラノスの天下で、ある。魔女たちは遠くへの避難を余儀なくされ、この記録によれば、紛属を生んだ。790年代に、南イタリアで没死した、ランゴバルドの歴史家。 パウルス・ディアコヌスは自分の祖先がかつてどのようにして南スカンディナビアから旅立ったかを記した。彼は昔ランゴバルド族とバンダル族との間で起きた戦いについて語る。後者はゴーダンに助言を求め、ランゴバルドのリーダーのイボールとアヨの母ガンバラはゴーダンの配偶者であるフリーアに助言を求めた。フリーアはガンバラがオーディンに一芝居移って助けをし、 ガンバラと女神の良好な関係により、ランゴバルド族は戦いに勝利した。おそらく、ボルバによって行われたと考えられる、人身獄についての詳細な目撃記録は、アフマドイブンファードラーンによる921年に派遣された、ボルガブルガールへの外交施設団の記録の一部によって、もたらされている。スカンディナビアの主張の北欧の葬儀によれば、志願した奴隷の少女が、 主人ために死んだ。十日の祭祀の後、彼女は老女に刺されて死に、主張の船で彼と共に焼かれた。フレイやアンデシュソーンが。北欧社会では、ボルバは、北欧の氏族に属する女性を通常取り巻いている。家族の強い絆から解放された年配の女性である。彼女は国を旅するが、大抵は若い月人を伴っていて、南極に祭祀召喚される。彼女は、 計り知れない権威を持ち、自身の貢献に対して、高額の報酬を要求した。さらに、貴族階級のバイキングの女性は、フレイヤーに仕え、水がるズにおいて、彼女の代理を務めたがった。彼女たちはオーディをンを反とするバイキングの軍事的、指導者と結婚し、バルハラを象徴する、大広間に今日構えた。こうした広間では、儀式の食事を伴う盛大な宴会が行われ、 訪問する主猟たちは、勇ましく戦って倒れ、バルキュリアに飲み物を救仕される戦士永遠兵であるの、ようだったであろう。しかしながら、女主人には来賓に、密詞を注ぐことだけではなく、配偶者が戦いにある場合、織り木を巧みに操って、戦いの一端を担うことも期待された。研究者は、もはや彼女らが、受動的に家で待っていたとは考えていない。 そして考古学的な出土物と槍の歌のようなコノルド語の原点の両方が彼女たちの魔法的な行いの証拠である。貴族階級の女性とさまようボルバとの違いを線引きするのは難しいが、コノルド語の原点によれば、ボルバはより専門的であり、自分の精神的な業務を売りに屋敷から屋敷へといった。ボルバは貴族階級の女性より偉大な権威を持ったが、 両者とも最終的には彼女らの使える軍事的指導者の行為に依存していた。軍事的指導者の下に属している時には彼女らの権威は個人的な能力と信頼性によって決まった。フェロー諸島の切手に描かれたボルバ、アンカー・エリー・ピーターセンが、フラート・島本のノルゲストの話の終わりにかけて、ノルゲストはスパーコナたちが地方を巡り、 人々の運命を予言したと述べる。植民の書では、入リ江を満たす者スリーズというボルバが、アイスランドの飢饉に際し、魔法の力を使って、フィヨルドを魚で満たしたことにちなみ、入リ江を満たす者というあだ名をつけられている。赤毛のエイリークの佐賀では、千年頃に、グリーンランドに入植した者たち飢餓に苦しんだ。将来に備え、コミコのソルビオグルが生じられた。 彼女が到着する前に、すべての世帯が掃除され準備を整えた。その他では、主人と彼の妻のための講座に、羽毛の枕が備えられた。ボルバは、その晩に現れたが、足丈の青あるいは黒い、宝石の縁飾りを施した街灯を、まと言っていた。彼女は手に、糸巻き棒をかたどった杖を振るっていたが、それは、真鍮で飾られ、握りには、 宝石が散りばめられていた。矢の夫の佐賀の製図粉もまた、青あるいは黒の街灯を着て、糸巻き棒を携えていた。街灯の色は、製図粉を異質なものとして表す糸よりも重要ではないかもしれない。赤毛のエイリークの佐賀では、彼女はガラス玉のパールのネックレスを首に飾り、白猫の皮で打ち張りされた黒い子羊の帽子を頭にかぶっていた。腰回りには、 大きなポーチがついた雨戸で作られたベルトを巻き、ポーチには製図に使う道具が隠されていた。彼女は子牛の皮でできた靴を履いていて、靴紐の端には真鍮のつまみがついていた。手には猫の皮の手袋をはめていたが、それは白く内側はふわふわしていた。ボルバが部屋に入ると彼女は家の者たちに敬意を持って迎えられた。そして、 彼女は講座に導かれたが、そこには彼女ためだけに用意された料理があった。彼女はヤギの父で作られた粥と牧場主が飼育しているすべての動物の心臓で作られた料理を食べた。彼女は鈴のスプーンと先がかけたナイフで食事をした。ボルバはその夜間農場で眠り、翌日は彼女の舞踊が予定されていた。ボルバが踊るには特別な道具が必要だった。 まず、彼女は高い台に座り、若い女性たちを自分の周りに座らせた。少女たちは、ボルバが更新したいと願う書力を呼び起こすための特別な歌を歌った。ボルバは、より遠くを見ることを許され、基金が回避されることが分かったため、この会合は成功した。スノーリの言ったの序文では、ボルバとの関連で、トールの妻支部の出自について、 詳しく述べられているが、そこでは彼女は、スパーコナであるとしている。スノーリは、シフト信託を受ける預言者シビュラオコの文脈上で、関連づけている。エーランド島、シェーピングビークのボルバの墓から見つかった遺物。82センチメートルの鉄の杖は、正道な装飾が施され、上端に、独特な家の模型がついている。ペルシャ、あるいは中央アジア由来の水差しと、 西ヨーロッパの聖堂の湾も出土している。被葬者は熊の木がを着ていた。彼女は人間と動物の犠牲と共に船相母に埋葬された。出土品はストックホルムのスウェーデン国立歴史博物館に展示されている。スカンディナピアの考古学者はおよそ40の女性の墓から杖が発見しているが様々な副葬品を伴う贅沢な墓で見つかっているため、 ボルバが社会において最も高い地位に属していたことを示している。一例はデンマークのフュアカトにある墓だが、この地域で発見された中で最も贅沢な墓であることが分かった。彼女は車輪は取り外された荷車の中に葬られていた。彼女は明らかにロングドレスだけをまとっていた。つま先にはトーリングをつけていたが、これは彼女が靴を履いていなかったか。 サンダルバキで葬られたことを示唆している。頭にはゴトランド式のバックルがあり、これは箱として使われたものかもしれない。そして彼女の持ち物にはフィンランドやロシアの品物もあった。彼女の足元にはフクロウのペリットや鳥や動物の骨などの魔法の道具が入った箱があり、袋の中にはヒオスの種が入っていた。この種を火の中に投じると、 飛んでいるかのように錯覚する幻覚を引き起こす煙が発生する。墓には切り株から作られた椅子を模した銀の小さなお守りもあった。そのような小さな銀の椅子が墓から見つかった場合、それは常に女性の持ち物である。そしてそれはボルバが儀式を行った講座やオーディンが世界の向こうを見晴らしたフリーズスキャール部のようなものを表しているのかもしれない。 ヘイグビホーが教区のアスカで発見されたフレアをかたどったペンダント。ストックホルムのスウェーデン国立歴史博物館所蔵。もう一つの注目に値する墓は、二人の女性が豪華な墓に埋葬されたことが明らかになったノルウェーの大背り船であった。女性の一人は、高い地位にある貴婦人で、木の杖と共に葬られていたことから、精図の手術に通じていたと考えられる。 この墓からは一体に当てがうための枕と思われるものの、中から大麻の種が4粒見つかっている。さらに、大麻の種は小さな皮の袋の中からも発見されている。9世紀頃、あるボルバは、エステルイエートランド地方のヘイングビ法画で非常に豪華な副葬品と共に埋葬された。杖と共に葬られたことに加え、馬や荷車、 そしてアラビア地方の聖堂の水差しを含む豪奢な品々を与えられた。また、広幅のネックレスをかけた女性をかたどった銀のペンダントもあった。この種のネックレスは、鉄器時代の間最も有力な女性たちだけが身につけたものであり、フレイヤのネックレスブリーシン画面であると解釈する研究者もいる。このペンダントはおそらくすべてのボルバ中で、 最も卓越するフレイヤ自身を表したものであろう。ビルカでは、あるボルバは、戦士と共に葬られた。彼らの上には、死んだ二人をオーディンに捧げるために、槍が置かれていた。彼らはおそらく二柱の戦いの神、フレイヤとオーディンに仕えていたと考えられていて、戦士が槍を携えていたように、ボルバも杖を持っていた。詳細は、魔法の杖と旗織折を参照。 理論的には、目に見えない足かせと縄を木から操ることが可能であり、女性が横糸の結び目を緩めれば、彼女は自分の英雄の足を解放できた。また、彼女が結び目を締め付ければ、彼女は敵の動きを止めることができた。男性は汗と血にまみれて、戦場で戦ったかもしれないが、女性たちは精神な手法で戦いに参加していただろう。 は織りの道具と武器が並んで出土するのは偶然ではないのである。糸巻き棒には魔法の力があり、神々の世界では、ノルンが運命の織物を意図を寄った。フンディング殺しヘルギの歌いでは、ノルンたちがフンディング殺しのヘルギの誕生に訪れ、彼の英雄としての運命を酔ったが、これらのノルンは神的な存在ではなく、ボルバであった可能性がある。 発掘された杖の多くは頭が膨らんだ形をしており、雨を紡ぐ糸巻き棒とよく似ている。米王ウルフの平和の降り手と呼ばれる女性とは一致しないが、フレイヤが最初の戦いを始めており、魔法をかけることで戦争の開始を決するのはボルバ側だった。これがなぜハーラル、アオハオが神聖ローマ帝国と戦った時にボルバを とに留め置いたかの理由だろう妻の嘆きは平和の折り手についての死であると考えられる。陰景が勃起したレディングの肖像、バイキング時代の触れを表したもと解説されている。今日、研究者の間で、バイキング社会では多産さが極めて重要であったことが一般に認められている。そうした儀式があった証明するものとして、最も知られるものは20世紀初頭に、 スウェーデンのレッディングへで発見された弾痕崇拝の肖像である。この肖像の外見は豊作を願う儀式と関連していたことを示していて、像はフレイヤの兄フレイとするのが通例である。ブレーメンのアダムはウプサラの神殿の勃起した弾痕を持つフレイの像と儀式の間に歌われた乱らな歌について述べている。ベルシの話では、馬の陰形型神経の家族によって、 どのように崇拝されたかについての記述があり、これは古いインドアーリア人の生贄の儀式との関連を示す報告である。出土した杖のいくつかは糸間希望ではなくファルスを表したように見えるものがあり、さらに古代北欧の社会では魔術を行うことは性的特質と密接に関連している。ロキの口論では、ロキは製図に関心を示し、 オーディンが L2 の状態にあったことを非難する描写があるが、これはオーディンがめめしくも成功における女性的役割を受け入れたと見抜かれたと考えられる。早くも1902年には、匿名のドイツの研究者が、セイズがセックスとどのように関連するかを著述した。彼は、杖が断根象徴であることは疑いようがなく、さもなければこれが魔法が男性にとって、 タブーとみなされる理由なのだろうを論じた。魔法の実践には性的な儀式が含まれていた可能性がある。1920年には男性の魔法使い、スラリのログンバルドの名前についての注釈があり、それによればリタルビンはまっすぐなペニスを意味する。ボルバは誘惑術で知られていて、それが彼女らを危険だと考える理由の一つだった。 幅回るのスタンザの一つでは魔法に精通した女性と性交渉を持つことに対して警告している。なぜなら魔法の枷に捉えられる危険性があり、病気になる危険を犯すことになるからだという。フレイヤは、性図の女司祭であり、性的に自由奔放であったため、特定の神話では悪評が立てられた。男性を誘惑する手段の一つが薬物の使用だった。 フュアカトのボルバの墓で幻覚を引き起こすだけでなく、強力な美薬にもなりうるヒオスが使われたことが明らかになっている。もしも、フレイヤがアースガルズで愛の女神であるなら、ボルバもミズガルズで同じ役割を担っただろう。サーミのシャーマニズムのように、ボルバは集会で対抗を用いることもできた。すべてのボルバがソルビオルンのように付き添いに囲まれたわけでも、 準備を整えたわけでもなく、一人でも製図を行うことができて、これは、ウーティセタと呼ばれた。これはおそらく占いのための瞑想や内観を、含んでいたと考えられる。ブレイン、ブレインは、製図にはシャーマニズムを彷彿とさせる側面があると、している。この用語は、外に座って、トロールを目覚めさせ、異教を実践する者は追放されるという13世紀の、 アイスランド法から派生したものである。この罪を犯した場合、理論上の法的な刑罰は死であったが、アイスランドに小規模な魔女狩りが上陸する17世紀まで有罪判決を受ける者はいなかった。カイザーは魔術師が夜に野外で座るという独特な種類の魔法は特に未来を探るためのものだったと説明している。詳細についてはエルギオ参照。 ノルウェーのキリスト教家の間、オーラブ・トリグバソンは、男の魔法使いを縛り上げ、干潮時に、岩礁へ投げ置いた。ノルウェーのキリスト教家の間、オーラブ・トリグバソンは、男の魔法使いを縛り上げ、干潮時に、岩礁へ投げ置いた。魔法や魔術を行う男性は、女性と同様の尊敬を受けず、動物のように殺され、死ぬまで拷問された。なぜなら彼ら彼らは、 女性の領域にあるとされる慣習を取り扱っていたからである。こうした攻撃はエルギがめめしく性的に盗作していると考えられていたことによる。ヘームスクリングラではハーラルビ発王の息子の一人であり、サーミの女性、スネーフリーズとの間に生まれたスラリのログンバルドはセイズマズルだった。王は大勢の仲間の男の支持者と共に屋敷の中に閉じ込めて、 彼を焼き殺した。ロキの口論では、ロキはオーディンがサームス島で魔術を行ったとき、何らかエルギーを伴っただろうと苦労する。キリスト教への改修が進むと、北欧の宗教にとって変わり、ボルバの消失につながったが、これはアングロサクソン教会法と同様に、カトリック教会と彼女らを取り締まるために制定された、民法によって促進された。魔女、魔法使い。 偽証をする者、死者を崇拝する者、あるいは何らかの過ちによって汚れた者、明らかに娼婦である者は、国のどこに住まうものであれ追放されなければならない。我らは異教を消滅させ、泉信仰、高例術、予言、魔法、個人崇拝を禁止するように、また様々な種類の魔術や、二例及びその他の奇々、そして石、いかなる幻も、聖域として囲い込むことを受けする。 要子教たちに指導しなければならない。10世紀イングランド王、エドガーの治世下で成立した第16教会法。彼らキリスト教家の家庭で殺害され、ゲルマン社会において女性の果たす役割に極端な偏りをもたらした。ヨーロッパやアメリカでの異教の再建主義や、キリスト教コミュニティの中でボルバの教えの復活が明らかになっている。 スプワイフという用語はいくつものフィクション作品のタイトルに使われている。ロバート・ルイス・スティーブンソンの詩、ザ・スプワイフや、ジョン・ガルトのザ・スプワイフ、エーテール・オブ・ザ・スコティッシュ・クロニクルズ、ジョン・ボイスが、ポール・ペッパー・グラスのペンネームで書いたザ・スプワイフ、オア・ザ・クイーンズ・シークレットなどがある。フランシス・メルビルは、ザ・ブック・オブ・フェイリス・デスピー・ワイフを、エルフの一つとして描写している。 人間の指よりも背が高くない妖精、スピー・ワイブスは与えられた服を着ているのが通例である。しかし適切に召喚すると衣装は普通のものから宝石の縁飾りが施された青い街灯に猫の皮に裏打ちされた黒い子羊のフード、子牛の皮のブーツに猫の皮の手袋といった豪華なものに変わる。人間のスピー・ワイブスのように彼らはルーンや茶葉、そして 自然現象で生じた兆候を通じて未来を予測することができ、そして良き癒し手である。彼らはメンヒルの根流者に由来するのではないかと言われている。翻訳元翻訳。ありがとうございます。